はい、どうも皆さん、こんにちは、にもです。デイソレイト、前回の続きからやっていきたいと思います。前回ね、こちらのオアシス、安全地帯ですね、ここに到着したわけなんですけども、今回、科学への協力、セクター G7 のレーダーステーションドームを見つけるということで、約1キロね、結構離れてますけども、進んでいきたいなと思います。危ねえ、危ねえ、ちょっと死ぬ。ちょっと最初、わ、これどうすんのこれ。脳震盪、手を骨折、足を骨折。いや、もうこれダメでしょ、これ。これもう終わりでしょ。お！あ、ここに復活するんだ。ここか。生まれ変わりましたね。さあ、アイテム回収と。おいしょ。オッケー。よし。今更なんですけど、右クリックでこうやってガードできるんですよね。これを今更知ったので、ちょっとガードを使いつつ、やっていけば敵の攻撃もそんなに受けなくて済むのかなと。まあ、受けてもそんな重傷にならないのかな。ちょっとガード今まで全然使ってこなかったんで、ガード使いつつやっていこう。やべえ、また外傷負っちゃったよ。ちょっと待って。外傷、脳震盪。あ、脳震盪は治せる。よし。ちょっとね、気をつけて戦ってもどうしても、あれだなぁ。結構重傷負っちゃいますね。これはちょっと、戦闘に慣れるしかないね。よし。オッケー。よし、いいぞ。さあ、ちょっとまたしても、足を、あ、負傷か。負傷だったら大丈夫。小型救急キットでなんとかなりますね。よし。お、モフペラレボック駅来ました。モフペラレボッカ駅到着しました。あ、エネルギーコアがセットされてる。何これ。あ、セットされてないな。この上に、何？来たはい。ハンマー危ない。今、オッケー。こうやってひるんでる時に攻撃するのが多分、危ね。これミソですね。お前、危ね。よし、いいぞ。慣れてきた、だんだん慣れてきた。こうやって柱とかに隠れ使いつつ、こうやって昼目、こいつ強いな。ちょっとあぜぜいダメだな。ガードしても完全にガードできるわけではないんだね。そのわけでロード画面に入って、5分ほど経過したんですけど、まだロード終わんないのこれ。ですね、今までちょっとずーっと喋っていたんですけど、録画されていなかったっていうね、事件が起きました。モフペラレボッカ駅にもう一回来まして、今敵とね、戦っているところでございます。よし。で、結論としては、ゴリ押しが強いと。ゴリ押しが結局一番強いというね、結論に。お前何、どうやってかわしてんのそれ。なんでしゃがむだけでそんなかわせんの攻撃。せいで、こいつ HP 少なくなったら逃げるんで、そこは焦らずゆっくり追いかけて、一撃。オッケー。こういうことよ。離れて回復するんですよね、奴ら。なので、そこはちょっと焦らずゆっくり近づいて一撃を加えるという感じでやれば、確実に敵は倒せます。で、銃の弾もね、それなりに、敵を倒して手に入れ始めているので、まあ、銃もね、結構惜しみなく使っていこうという感じで進めていこうかな。で、こちらハンドガン、手に入れましたんで、こいつをね、今、弾がこれ、イェーガー、ショットガンかな？何の音？めっちゃなんか女の子の泣き声というか、怖いって何？そういう怪奇現象起きるのやめて、本当に。ガチで女の子がいるんだったらいいけど、そうじゃなかったらさ、怪奇現象でしかないから、それ。それやめてほしいね。ベイベイ？はい、来た。はい、来たよ。はい、来た。何？出てくるならさ、こっちに出てきて。その、後ろに出てきても見えないから、見えるところに出てきて、せめて。よし、ちょっとね、結論が出ました。一回帰ってアイテムを売ってこよう。アイテムを売って、インベントリーを開けて、もう探索せずにね、探索せずにまっすぐ、目的まで走っていこう。お、ショットガンの弾の設計図。1400円で買えますね。買うか、これ。お、買ったかな、多分。買ったと思う。よしよし。これでちょっとショットガンの弾をね、量産できるようになるんじゃないかなと。これかな？ショットガンの弾使う。さあ、これちょっと設計図見てみよっか。これですね、ショットガンの弾。火薬とスクラップ。上級ツール。いやー、そう簡単にはいかないよね、やっぱり。バックパック 30.1kg なりましたので、この状態で向かおう。で、食べ物と飲み物はね、売ってないので、まあ、その辺は大丈夫かな。で、食べ物と飲み物は、探索している途中に拾ってもいいことにしよう。よし、そんなわけで。向かおう。1100メートル。ほぼほぼ探索はね、せずに、敵とも、できるだけ出会わずに、向かおう。ですちょっと、待って。何が条件で出てくるの、あなたは。急にさ、本当にやめて。あ、マットマンは、こいつ近接攻撃、しかも何も道具持ってないんで、まあ、怪我する確率もね、低いから、こいつはちょっと、倒していきたい、できるだけ。そのしゃがむの何？どうやってしゃがむ？そんな簡単に攻撃を防いでんの？あんたら。よし。アイロン、リサイクル、オッケー。なんかあるぞ。え？クリスタルがあるけど、ちょっと石投げてみよう。あれ何もなんないな。こいっちゃ、手形があるけど、これ大丈夫？酸素が足りなくなったら、ちょっと待って、酸素って何？聞いてない。あ、右下に酸素ゲージが表示されましたね。ってことは、この辺の空気は吸っちゃいけないから、こう自動的に息を止めてるっていうことなのかな？なるほど。じゃあ、この息が続く間に通り過ぎろってことですね、おそらく。よしよし。そういう場所もあるんだね。まずいな、新たな光軍曹来た。ほい！ちょっと、こいつ強い。リローリンして、早くリローリンして。せい！こいつ強い。はい、一発撃って、オッケーオッケー。せい！はい、一発撃って、ちょっと待って、いっぱいいんな、なんか。ちょっと待って、いっぱいいる。逃げて。あいつ逃げなくていいから、後ろのやつ、どっか行って。この軍曹逃がさん、絶対。お前おら逃がさん、この軍曹。おらオッケー。軍曹なんか硬くなってね。ちょっと待って。軍曹なんか、ちょっと、話が。はいオッケーオッケー。あの軍曹もうちょい。ゴミタイ来た。ちょっと。やばい。オッケー。いいぞ。せい！いいぞ。ちょっと、熱いして。オッケー、熱いして。ちょっと、NL コンボいらねえ。NL コンボはちょっといらないな。これちょっとリサイクル。やばい、ゴミ！ちょっと、やばい、弾！切って、倒したー。コンビーフ使う。お、これですね。IP、ハンドガンかな？これ取ろう。いやー、ちょっと。よし、新しいハンドガン手に入れたんで、この、マーク1。こいつちょっと、リサイクルしちゃおう。オッケー。で、こいつを、装備するという感じで。よしよし、ちょっとめっちゃ食らっちゃったんだけど。めっちゃ食らったよ、これ。食らいすぎじゃね？あれかな、ドーム。明らかにドームっていう名前が適してる建物がありますね。あれだ、多分。うわ、なんかでけえロボットが横たわってる。なんかメタルギアソリッドに出てきそうだね、このロボット。さあ、着きましたってことでいいのかな？お、ドームの中にいるワノガーを見つける。ってことは、このドームは安全地帯ってことでいいのかな？安全地帯だったらめちゃくちゃ嬉しいけど。お、レーダーステーションドーム来ましたね。テープとか拾っとこうか、この辺。多分安全地帯だと思うので、アイテムを売れるぞ。いや、マットマンいるな。全然安全地帯じゃないな、これ。全然安全地帯じゃないんだけど、マットマンいるし。オッケーオッケー、いいぞ。よしよし。マットマンぐらいだったらね、ノーダメで倒せるな。うん。あ、てか、ワノガーってあれか、実験体とか言ってたから、仲間じゃないな。てっきり連絡、無線を入れてきた科学者のことが、ワノガーだと思ってたけど、そんなわけないですよね。うん。ワノガーっていう実験体を捕まえてこいというか、サンプルを取ってこいっていう風に前回言われたので、ワノガーってのは結構手強い相手かもしんないな。さあ、ドームやってきました。なんか周りにもね、こっちにも、行く道があったりとか、だいぶ探索できそうなんですけど、とりあえずワノガーを見つけたいな。体力もそんなにないので、体力というか武器がないな。うん。武器がね、今のところ、サーベルとバールしかないので、サーベルがちょっと壊れそうなんでね、これはまあ、ワノガーを倒すときに使うとして、ちょっとバールでいこうか。OK。これでちょっといっちゃおう。で、レベルアップしたんで、スキルを上げようかな。特能を習得。これ、技能と間違ってない感じ。レベル2の錠前をピッキングできるようになる。あ、ってことはこれで、あれだよね、灯台の上にあったやつ。あれを解除できるようになるのかな？ゴミ再利用名人。アイテムを解体する必要がある場合、それから得られるものを全て抽出し、より多くのスクラップを得る。50% 増加ってことは 1.5 倍になるってことか。これいいね。学ぶ。よし。走行。継続的な訓練がスタミナをさらに上昇させた。スタミナの最大値が 130% へ上昇する。OK。これも取ろう。ちょっとこの辺はね、推奨を全部取っていく感じにしよう。OK。回避するもの。一撃を受ける回数が少ないほど生き残る確率は高くなる。スペースを2回押しながら移動方向で回避できます。あ、これ重要でしょう。よし。オッケーオッケー。だんだんね、強くなっていってますから。これか。スペース2回。このサイドステップ。これができるようになったんで、これで、ワノがどんだけ強いのかわかんないけど。人間かもしんないね、普通に。うん。普通の人間かもしんないんで。あ、これか。キーカード、施設内でレーダードームに入るためのアクセスカードを見つける。ほう。アクセスカード持ってないのか。うん。ってことでアクセスカード見つけよう。あ、それでこっちに行けるようになるんだな。行けるようになるというか、行かなきゃいけなくなるんだ。この地下ですね。うわぁ、やだなぁ。なんかバイオ物質出てない？大丈夫？うわ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 。ちょっと、アイテム。金属の箱。オレンジと、バール。オッケーオッケー。武器が今ちょっと欲しいですね。米、カメラ、鉄筋来た。オッケーオッケー。鉄筋あることによって、ちょっと待って、ここ大丈夫なエリアかな？鉄筋があればね、武器作れるね、トラック。これここで作れるのかな？ブラッドサッカーかトラック作れますけど、出血、スタン。トラックの方が普通に強いね。よし、トラック作ろう。作成！ OK。230攻撃力。これですね、トラック230。サーベルより普通に強いので、こいつをちょっと、どうしよう。この辺、銃持ってても弾がないので、よし、4番にセットして、持ってみようか、どんな感じか。これですね、トラック。見た目は普通なのかなちょ、暗くてよくわかんないけど。あ、なんかでもついてるな、いろいろ。お、これか？キーカード、ありました。オッケー。よしよし。これで入り口に戻ればいいんだね。うーわ。かいっちゃー！お、金庫ありますね。アンロックできる。ちょっと時間かかるけど。オープン。フック。特殊警棒。フックはちょっと弱いので、リサイクル。特殊警棒強いね。ショットガンの弾3発ありがたい。魚の缶詰。食っちゃおう。このショットガンの弾3発が命運を分けることになった。さあ、そんなわけでキーカードゲットしたんで、ドアを開けよう。こちらですね。オープン。おし。さあ、レーダーステーションドーム。ワノガーを殺して対組織の標本を採取する。あ、やっぱり敵なんだね、ワノガー。よしよし。あ、抗うつ剤じゃん。オッケーオッケー。これはありがたい。おっ、あれか。え、なに、どういう見た目？危ない、なに、いでえ、ちょっと、何を飛ばした今。ちょっと待って。こいつ見た目やばくない？なんか。半端ない見た目してないこいつ。おら！オッケー。シールド剥がした。いけ！ショットガン強い。近づいて。あ、ちょっと。やばい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 。死ぬ。医療包帯使おう。オッケーオッケー。よし、ショットガンあと一発あるんで、こいつをぶち込めば。くらえ！オッケーオッケー。だいぶ減らした、だいぶ減らした。あとはサーベルじゃなくて、バールじゃなくて、4番のトラック。オッケー、こいつで行こう。どこに出てきた？あれ？いないんだけど、いないんだけど。え？あれか、あそこか。あの上か。どうやってあれ、無理でしょ。無理だってあれ。石！オッケー。石。あ！消えた。来た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 。せい！やばい、ストレスがやばい。ちょっと、隠れて、ラム酒、ウイスキー、もうお酒飲みまくれ、もう全部。手作り包帯使って、ちょっと、どこ行った？いる！くらえ！ぜいつ！いや、こいつ、やばいぞ、見た目が。さあ、ワノガーの毒、腐敗物、ちょっと待って。やばい、なんか食らってる気がする。危ねえ。体積組織を手に入れた。よし。生物学者、どこにいんのあなた。あなたのその安全な場所に俺も行きたい。標本をこちらに送ってくれ。メールチューブを使って、こちらからは謝礼を送る。商人に君の部屋に置いておくよう頼んでおくよ。お、マジで部屋に帰れば何かレアなものが置いてあるかもしんないですね。さあ、とりあえず、ワノガーね、ボス戦、無事にクリアとなりましたので、今回ここまでにしたいと思います。次回、エアシューターを使って標本を生物学者に送る、ところから進めたいなと思います。そのわけでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。